Meko itu teman-teman. Pikir ya, ya, hey Meko. Meko sensei. あの頃の私は
コーヒー合わせで今はどうなの？今はわからないよ。あんたたちがここで授業を受けてたのが教えてくれる？今みんなはどうなってるの？うん、そう、そんなこと、ブローニャが断りの律者になってるとは。普段は無口だけど観察力も学習能力も、それと不可の正体がそんな大物だったなんて、さすがに驚いたわ。委員長にもいろいろあったけど、今は心の切り、うん、彼女のことは心配だったの。あの時彼女は私を助けるために伝えておくよ。メイに関してはあまり心配はいらないと思うわ。あの子は、うん、わかってる。メイ、ただつい思い出しちゃうの。ここ本当はずっとメイ先輩、ブローニャ、委員長、テレサ、それに姫子先生。いやいやいや、知ってるの。みんなのおかげで私は。でも心配？自分がちゃんとできてるかなって。もっと早くにいろんなことが分かってたらみんなを裏切ったん。キアナ、一つ。え？何？聞きたく。うんうん、聞きたいよ。これは十数年前、私が大学に入ったばかりの頃。あの頃父は天命の研究所で仕事をして、仕事は忙しかったみたいだけど、けどある日父は私は父の死を受け入れられずにいた。結末を言うと、私は天命に、当時の私がした全ては、でもバルキリー部隊で、バルキリーは世界に光をもたらすもの、彼女のおかげで美しくない世界を、でもあんたたちと比べて2010年の最期やな。空の律者はいつも災いの結果を、今から言うことが、ラグナ隊長が犠牲になった親愛なる戦友、この手紙を読んでいるという。私個人の財産は組織のルールに、それからこの手紙を読んでいる。数年前、永久バルキリーになったばかりの頃、でも正直に言うと、そういう仕事は弱くて何も知らない。ある日、私は主教様は私を一目見、当時の私も明けに取られたわ。でもあの方はこう言ったの。戦友たち、私たちが信念を、私たちが守って、それらはまだちっぽけで弱い、その種はいつか美しい花を咲かせる。だから戦友たち、私は枯れてしまうけど、そしてそれがラグナ隊長がさ、ただある。そしてあの日、キアナ、あの任務の方、誰もあの災害で何があった、それはそこにいる誰かが、ただっと、隊長は、隊長も私も、あんたならできる。そして現にあんたが天球士でしたこと、あんたは多くの人たちを救う、それは人類に受け継がれる、消えることのない灯火よ。いや、ありがとう姫子先生。本当は分かってるの。困惑するのも理解できるわ。だから覚えておかないといけない。仲間になってくれたネゲントロピーのこと、いつもあんたたちのことを考えてる。ブローニャのこともね。口に出すのは得意じゃないけど、それにメイ、彼女、そしてあんたは私の生徒の中で、あんたにはみんなを、だから仲間を信じて頼ってみなさい。